ウルは食べたいです。みんな入る入る、え、快楽快楽、さつまいもボール揚げたてかな。揚げたてでしたわ。これは食べたことない。ハマーさんから先どうぞ。どうぞ。なのこれ、食べてみて。うん、食べたらね、ってなる。うん、中身がね、辛というか軽いんじゃん、ね、めちゃくちゃ美味しいんだよ。なんかこれ日本で流行んないかなってツイッターリプもらったりしてましたけど、私すごいでしょ。いや、うまい。快楽だ。快楽。なくなっちゃったもう。そう、なくなっちゃうよね。快楽ハッピーボールが重すぎて心をわしづかみにされました。いや、うまいよね。一人で家にいるときに買っちゃいけないもの。あー、ダメ。絶対ダメ。永遠、永遠。ポンデケージョとかね。あ、そう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 、うん、でもなんか結構中身ぎっしりしてるから1個食べたらお腹いっぱいみたいな感じになるけど、今が自分が何個目にいるか分かんなくなるよね。なるだって結果空気しか胃に入れてないもん私ぐらいの気持ち。つまりカロリーはゼロ。うん、つまりあれのカロリーはゼロだ。ゼロです。気づいてしまった。
味しいよね。やば、やばね、最高なんです。ずっと食べれるじゃん。そう、やばい、これ一生食べ続ける。うちは永遠多すぎじゃない？元気なんて食べる。やばい、晴れ間が見えるのが明日ということで。